デレン。あー危ない。オフオフ。ちょっとこれ消そう。はい。てんてんててんてんてんててん。エクソシスト信じる者。あ、レディちゃん来た。エクソシスト元祖を見直したけど、やっぱり最高でした。いやー、やっぱね、エクソシスト、無印は最高ですよ。あ、そう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 、エクソシストの、お母さんね。初代のエクソシストの、リーガンのお母さんが、今この画面にも出ている、白髪のおばあちゃんですね。まあ、初代のエクソシストは、もうとてつもない映画だったわけですね。僕の母親がもう見に行って、もうとにかくギャーギャー叫んで、もうエクソシストは本当に怖かったというふうに言っていましたけれども、エクソシスト信じる者、比類なき恐怖が目覚める、悪魔の笑いが響き始めるということで、まあこのエクソシスト信じる者、まあ世界、アメリカはじめね、世界ではもう公開されているんですけれども、こちらね、みんな大好きロッテントマトですけれども、評論家スコア22、一般スコア59ということで、ロッテントマト非常に評価が低い映画となっております。これがね、困ったもので、元祖と比べちゃうからか、悪魔に疲れている女の子2人どうでしたか。まあ、あんまり言わないですけど、ネタバレになるんで。ただ、やっぱりですね、どうやったって、元祖と比べるわけですよ。だって、エクソシストって言ってんだから。で、あのエクソシストの続編っていうものになってるんで、元祖とどうしたって比べちゃうわけですね。そうなると、エクソシストとしてはどうなのかというと、まあ、ここのね、この人たち、結構低めの点数ですけど、この人たちが何言ってるかっていうと、結局みんなが言ってることは、ちょっと弱いっていうことを言ってるんですよね。で、その感想と僕も全く同じ感想を持ってて、やっぱり初代と比べちゃうんで、ちょっと弱いというところはありました。ただ、映画としては、ちゃんと面白さがあったし、これ三部作なんで、もう三部作っていうのは決定してるんで、最初から。今回の第一作目は序章ということになると思うんですよね。そういうふうに考えると、序章としてはこれでいいんじゃないかという感じもあるんですよね。そう、過激さがね、過激さがちょっと弱い。やっぱり初代のエクソシストはやっぱりすごかったじゃないですか。ね。何がすごいって、やっぱりあのリーガンって何歳だった？ 10 歳ぐらいのリーガンですよね。あの世代の子供、女の子が下ネタをバンバン喋ってるとか、まあ首が回るとか、スパイダーウォークとか、ああいうそのものすごいインパクトっていうのがあって、それを超えるっていうのはやっぱなかなか難しいところがあるわけですよ。ということで、このエクソシスト信じるもの、まあ、このね、映像はすごく怖いですけれども、まああんまり言うとあれですけどね、悪魔に疲れるのが2人になったっていうところが、恐怖が倍になったというふうにも考えられるし、2分の1ずつになっちゃったという考え方もできるし、みたいな、そんな感じだったかなという感じですね。あ、ちなみにこれね、クリス・マクニール、50年前悪魔に憑依された娘を持つ母親ということで、これがリーガンのお母さん役だった人が再び登場ということになっております。だから、見に行く必要ないっていうことは全くなくって、評価は低いですけれども、あ、繋がってます。完全に、初代のエクソシストから繋がっているお話ですね。時代は現在です。だから、その、50年前にリーガンを産んだぐらいのクリス・マクニールが、50年後おばあちゃんになっているっていう設定になっている感じですね。ただ、怖くなかったかって言ったら怖いです。僕、多分3、4回ですね。まあ、試写室で見たんですけど、試写室で見て、結構みんな、なんていうの、試写室だから、まあ、玄人が多いわけですよね。
お客さんたちはみんなライターとかそういう人たちばっかりなんで、そんな中僕はですね、3、4回うわーってなりましたよ。当然僕だけじゃなくて何人かみんなもですね、うわーってなりました。だから、恐怖というところはですね非常にたくさんあります。エクソシストのシリーズではなく新作のホラーとして見れば傑作ってこと。そうね、エクソシスト、難しいんだよな。エクソシストのシリーズじゃなくて新作のエクソシスト、あのエクソシストとは関係なく、新しいホラー映画ですっていう風に言われるとエクソシストのパクリじゃんって思っちゃうかもしれないですよね。だここが難しいところなんだよな。悪魔払いはちゃんとできていますか。ここは大きなネタバレになりますんでちょっと言えないかな。今回の悪魔払いの方法はですね、かなり驚きの展開があるかなというふうに思います。あ、そんな感じみたいな、悪くはないですけどね、あ、そんな感じみたいな感じの悪魔払いの仕方でした。ということでエクソシストも12月1日から公開ですね。パスする必要はないと思います。見に行って全然いいと思います。まあ正直あんまり期待して見に行っちゃうとあれかもしれないんで、多少期待をせずに見に行ってもらった方が、いいかもしれないですね。まあおすすめはします、おすすめはします。でもあの偉大なる初代エクソシストに超える並ぶということはないというふうに僕は断言しちゃおうかなという感じがありますね。次の試写会すぐは、こちらですね。テレン、Talk to me! Talk to me!